はい、皆さんどうもこんにちは。北欧ゆったりカフェへようこそ。なんかサービスとかもやっぱそこまで気張ってない。働く側からしたらすごい楽な面もあると思うけど、スーパーでさ、基本的に物買ったらベルトコンベヤーに物乗せて流されていくやんか。炭酸ジュースとか買ってもゴロゴロ流していくやんか。あれも正直ちょっとムカつく時もあるけど、ムカつく時ある。自分もスーパーで働いたことはあるし、まあしょうがないかな。うん、忙しい時もあるしね。そうそう、別にそれで怒られるわけでもないしね、お客さんに。怒られないね。うん、投げたりしない限りは。うん、まあ結構袋投げたりしてるけどね。まあ袋は別にふわふわしてるから、ふわふわしてるから、うん、ふわふわしてるやつは投げてもいい。さっきも言ってた、他人のねスペースをリスペクトする。スペースもそうだし、結構相手の考え方意見も尊重する。例えば食べ物で、私はお肉を食べません、まあ、乳製品を食べませんとか、いろんな形があるよね。まあ、それはもちろんいろんな理由であり得るけど、お酒を飲む人も飲まない人もいるし、でも職場にそういうね、いろんな人が集まってなんかご飯しに行こうってなった時に、みんなが楽しめるオプションがちゃんとあるところに行ったりするしね。ヴィーガンメニュー、ベジタリアンメニューがあるとことか、ノンアルコールのカクテルとか、グルテンフリーのメニューとか、まあオスロなんだね、探しやすいとは思うけどね、そういう場所。昔からムスリムの人とかもいるから、うん、ある意味そういう風にしないと結構多くの人が困る。うん、全ね参加者が楽しめる。まあそれはもちろん相手へのリスペクトあるし、うんうん、食事で思い出したけど、ノルウェーはアルコールに対してすごい厳しいですね。日本よりは圧倒的に厳しい。コマーシャルとかできないんですよ、アルコールって。うん、他のヨーロッパの国と比べても厳しい方やね。厳しい方。やけどビールの種類はすごい多いね。マイクロブルーリーが結構人気ある。そう、ね、人気あるね。オスロだけでもなんかここで作った、ここでしか飲めないものとかたくさんあるし、アルコールってすごいプロモーションできないし、コマーシャルできない、セールもダメだし、スーパーでビールは買えるんです。買えるんだけど平日は8時まで。そう、うん、平日は8時まで。土曜日は6時まで。うん、6時過ぎたら、ビールコーナーのシャッターみたいなのが閉まって、うん、まあカーテンね、閉まったりする。うん、レジもできない。受け付けない、ね。受け付けない、そう。その時間の後だと、スキャンしても買えない。それで逆に怒られたことはあるけどね、お客さんに。あ、それ面白いね。でも、うん、しょうがない。何もできない。一回6時2分ぐらいに来た人が。惜しい。土曜日の6時2分。そう。うん、ごめん、できない。うん、で言った時にすごい怒り出した、うん、怒り出したお客さんが、2分だけやでみたいな。そう、ええやろ別に。そう、でも言われても何もできない、ね、日曜日はスーパーではもうそもそも売ってないんですよね、アルコール類は。でビール以外、まあワインとかスピリットとかそういったものは専売公社、ビンモノポーレっていうところでしか買えない。レストランとかバーとかではもちろんいろんなものを取り扱ってるし、日曜日とかになるともうそこでしか売ってないので、かなりアルコールへのアクセスはね限られてます。そんな日本みたいになんか24時間どこでも買えるみたいな感じじゃない。もともと多分キリスト教の影響もあるけど、ね、今、うん、そう、今は人の健康のためにそういうルールをなんか続いてるみたいな。すでに酔っ払ってる人に対してはお酒は提供できないっていう法律もあるしね。そうそうそう、うん、打ったあかん、打った側の責任になるしね、これ。そう、もし打ったら、うん、罰も厳しいし、向こうが酔っ払ってないって言っても、もし打ったら打った側の責任になっちゃうから、そうそうそう、その売る側がいやもう売れないっていうね、うん、まあ、言わなきゃいけない、言わなきゃいけない、もう決めないといけないんですよ、うん、あのクリスマス家族とか友達いないのっていう感じになる、うん、しかもそれを